は、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは、始めていきたいと思います。ということで、9位、武蔵野放熱ですね。能力見ていきましょう。そんな飛び抜けた能力はないですね。ちなみにですね、リストライカーの、川上がですね、怪我で出れません。戦力ダウンです。漫才もそれなりの戦力持ってますよね。ということで、まあ、勝たなきゃいけないんじゃないかなと思います。ということで、勝ちに行きましょう。準々決勝。ジャパンカップ準々決勝です。変えていきましょう。まあ、とはいえトーナメント負けたら終わりです。取り返しつかないのでね。そんな考えていきましょう。ということで、このメンツで行ってみましょう。そんな弱体化しないですけどね。まあ、パッとしないだろうな。熱勝率は上です。鬼ヶ島スタジアム。岡山。頑張ってほしいところ。そうしようとしてたんだ。ピンチ。危ない危ない危ない。まだピンチは続くが、これは遥かなキャッチ。今本当に1点取られてもおかしくなかったぞ。危険です。おっ、これは連携がうまくいってなかった。またピンチ。これはニキータがカバーしました。チャンスです。ユーナ、ちょっと弱い。早く先取点を取りたいところ。裏をかかれた。キーパー出ました。相手ボールのスローインですね。ピンチは続きます。思った以上にやっぱり粘りがありますね。ちょっとフロードです。そんなに変わらないか。相手のボールを取るシーンが非常に多い。あ、やばい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 。こちらボールのスローイン、危ないシーンがすごく多い。簡単にはいけません。ちょっと力見くびってたかもね。前半終了です。やっぱり中盤疲れますね。選手投入しましょう。さらに行きましょう。自動突破でいきましょう。プレッシャー状態出したいところ。
けど、ただ中盤前半中ほどからはですね、完全に相手のペースになってしまってますよね。裏をかかれた、裏をかかれるシーンが多いですね。よくディフェンダーは持ちこたえています。ボールキープでいこう。PK 戦になったらまた面倒ですからね。先制したい。そうそう、選手交代ですね。結構疲れてる選手がいる。何をやった方がいいのか。頑張ってこい。先取点を取りました。ゴールキックからリピーターサウですね。結果を出しました。先取点です。さあ、くるみはさっさと下ろして変えます。これで交代枠使い切ります。こんな感じですかね。何とかなんだな。スーツから結構フレッシュな状態で挑める。ディフェンダーが結構前に出ることが多いな。エリカ惜しい。フレッシュになってきてますよ。気をつけないと。疲れてるのに他のパスで攻めたいところ。だんだん綾香自身が出ていきます。綾香自身は決めようというのか。決まった。2点目。ディフェンダーがシュート決めることも多くなってきましたね。大きな決定的な2点差です。早田自身ディフェンダーも相手のディフェンダーも完全に疲れちゃってますよね。そんなに疲れてないか。試合終了です。ミッドフィールダーが結構疲れてるんだと思う。ということで準々決勝だったよね。勝ち、これ危なかったな。準々決勝勝ちまして、決勝戦へ、決勝戦の準決勝戦まで進めることができました。まだどちらも点取れてないんですよね。その均衡を破ったのがサヨ。ニキータからはうまく渡しました。完全に真ん中が空いてましたね。結構守備がバラバラになって、この辺の動けないところをエアポケットをうまくつきました。左に動いた。ここはピンチでしたね。そう、もうここから彩香が一気に突っ込んじゃいます。シュートを決めてきます。うまくディフェンスしてますね。周りがこのディフェンスの援護もすごく大事です。ということで、シュート本数は多いな。ボール支配率はほぼ5分5分か。ということで2対0で準々決勝突破、準決勝進出です。
ご覧の通り、次は筑波田川とぶつかります。1点も許してないんですね。さすが3位のチーム。一方ですね、キャピタル東京がやられまして、エルドラード欧州が、準決勝にいます。大阪順当ですね。でこちら浅草サンダーボルトを破っております。 PK 戦までも連れ込んだんですね。アカリバーズの成績です。強いですが、これが日本代表ですが出場できないが大きく痛い。ボールもかなり疲れてますね。次回ですね、最終章となります。12年目だったはず。クラーカリーバーズは3点で優位、キャピタル東京は2位です。なのでこれを勝てばまあ文句なし。引き分けでの場合は、引き分けでも優勝だ。他のチームは多分追いつけないかな。追いつけないですね。点差でリマッセ大阪追いつけるわけじゃないので、引き分けないが確実に優勝と言えます。負けた場合どうなるか。リマッセ大阪負けたら、優勝はキャピタル東京に奪われます。なのでリマッセ大阪は実情チャンスがないってことじゃないでしょうかね。得失点差もありますので。あれ、ちょっと得失点差あったっけ。直接対決だったっけ。どっちだったっけ。得失点差の方が優先されるならば、もうリマッセ大阪は優勝のチャンスはないってことですね。事実上クラーカリバーズとキャピタル東京、この試合に優勝の行方がかかっているということになります。ということで、この対戦は次回ということになります。ぜひ応援よろしくお願いします。応援といえばぜひチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローお願いします。ツイッターおよびブログはですね、説明欄に URL 記載します。ぜひご覧ください。またこれまでの記録プレイリストに URL 載せております。そちらもご覧いただければと思います。プレイリストですね、ピン止めできます。そちらも行っていただければ嬉しく思います。またこの動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お疲れ様でした。
来ていただければ嬉しく思います。ということで次回決戦クランカリバーズ対キャピタル東京お送りいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画結構でした。